はい、こんにちは、山内千龍です。今回も占い情報チャンネルを始めていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、今回は心理のテーマの一環として白黒思考についてお話しさせていただきます。まず白黒思考について簡単に説明しますと、その名の通り白か黒かをはっきりさせたがる思考という意味で捉えていただければ大丈夫です。つまり逆の言い方をすれば、白でも黒でもないグレーのような曖昧さを嫌う思考という意味で捉えることもできます。白か黒かだけでなく、善か悪か、ゼロか1か、幸せか不幸か、好きか嫌いか、敵か味方か、完璧か否かといったように、とにかく物事を両極端で捉える思考とイメージしていただければわかりやすいと思います。そしてこのような白黒思考というのは、時と場合によってプラスに働くこともありますし、マイナスに働くこともあります。一般的に白黒思考の強い人というのは決断力があり、何事もはっきりと主張することが多いので、他人から見ると頼もしい存在だと思ってもらいやすい長所があります。また曲がったことが好きではなく、裏表もほとんどないので、他人から信頼されやすいという長所もあるでしょう。それに物事に対して完璧を求める傾向も強いので、何かを成し遂げる際には完成度の高いパフォーマンスを実行しやすいという長所もあります。しかしその一方で、短絡的な考えに陥りやすく、早まった決断によって失敗してしまったり、視野が狭くなりやすいという短所もあります。すぐに結果が出ないとイライラしてしまい、ストレスを感じやすいという短所もあるでしょう。また対人関係においては、ある人に対してついこの前まで好印象を抱いていたのに、ちょっとしたことをきっかけに何もかも嫌になってしまい、これまで感じていた相手のいい部分を全て忘れてしまうぐらいのケースが起こりがちなのです。この人にはいい部分と悪い部分の両方があるという発想がなかなかできないので、いい人か悪い人かといった両極端な発想になりやすいということですね。そして曖昧なグレーの部分を認められないという点では、それだけ気楽に物事を考えるのが苦手ということでもあり、完璧主義な傾向も強いことから、何か一つ失敗をすると一気にガタガタと落ちてしまうような意外と脆い一面があるのも特徴です。このように白黒思考の人は、調子のいい時はすごくいいのですが、調子が悪くなるとそこから精神的に不安定になってしまって、運勢的にも落ち込みやすい傾向がありますので、決断力の早い点とか、はっきりと自己主張できる点とか、裏表がない点など、長所となる部分は積極的に活かしつつ、世の中には曖昧なグレーの部分も多く存在するという事実を受け入れた上で、極論思考になりすぎないように気をつけていけば、より精神的にも運勢的にも安定してくると思います。特に他人に対しては完璧を求めすぎず、いい部分も悪い部分もあるのが人間であるぐらいの気持ちで構えていれば、対人関係でストレスを感じることも少なくなってくるのではないでしょうか。これは恋愛や結婚生活におけるパートナーとの関係、そして家族との関係にも当てはまることだと思います。今回は白黒思考の長所と短所についてお話しさせていただきましたが、大切なのはそれこそ白黒思考がいいか悪いかという白黒だけで語ることではなく、白黒思考の長所の部分は積極的に活かしつつ、短所の部分は状況に応じて少しでも緩和できるように意識することだと思っています。ということで、今回も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。これからも占いに関することや生き方、考え方に関することなどを随時動画でお伝えしていきたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。よろしければチャンネル登録と高評価もいただけますと大変ありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。